皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間がやってまいりました。さあ今回もねこちらのパークでやっていきましょう。やっぱ安定よねこのパーク。さあそしてメンバー、うわーこれすごいね、目立っちゃうメグちゃんが一人からのね赤帽子ドワイトからのクローデットというね感じでやっていきましょう。いや今回ねあのメグちゃんもともとランク帯高い生存者じゃないかな。そしてドワイトもね帽子かぶってるってことはねもうバレても大丈夫っていうね強き生存者かもしれないと。さあ今回もね私血まみれメグちゃんでやっていきましょう。そう早いところねあのランクの方リセットされてしまいましたので、まあ、いつも通りのねランクの方に戻っていきたいなとっていう感じのデッドバイデイライトでございます。さあ今回の殺人鬼がね一体どういう感じかな、ちょっと楽しみではありますけどやっていきましょうか。そうなのよね、まあ、ランクリセットされるとね、まあ、いろんなねランク帯の方々がねまた一気に低ランクの方とかにねプッと現れるんだけど、やっぱりねもともと上手い生存者の方っていうのはねもうすぐ駆け抜けていつも通りのランクの方戻っていってしまいますのでね、まあ、ランクリセット入るとどうかな、上手い生存者もともと一桁とかいる生存者がねお部屋とかにいるとねとんでもないことになったりしますのでね、あのずっと注意を引きつけてもう終始追いかけっことかね。あ今回あれだ精神病院だ、ちょっと私はね慎重に行きましょうか。なんだろうな今回の殺人鬼、あそこ生存者か、中央一人行く感じだねきっと、発電機ここか、行けるかな。おっとカラス、あ中央宝箱取りに行ってるね、じゃあ中央の宝箱ちょっと諦めてと、まあ今回誰もアイテム持ってなかったからね一人が宝箱をねガサゴソと。さあそして今回もねコントローラーでやっておりますのでねちょっとスキルチェック頑張っていきましょう。カラスがそこいるな、大丈夫かな、さっき飛んでたんだよね、飛んでくんだなカラス、おいおっとこれカラス6階かなと思ったけどなんか近すぎるからな、その6階ちょっとこっちの方に、大丈夫、怖いな、大丈夫かな、いや落としてないんだな今回、パンやったってことはさそこ来そうだけど来ない、あららおかしいよね、いや今回なんかドキドキしないってことはトラッパーだったらトラップかけてるのに忙しいのか、いやもうこうなってくるとねブギーマンじゃないか、落としてないよね、大丈夫、怖いな、ヌーンってさヌーンって出るんやブギーマン、ほんとブギーマンのさレベル1の時って全く信用しなくてさもう真後ろ急にプーンと現れたりして心臓に悪いのよ。こっちあれなんかさ発電機の音違くない、あーやっぱそうだ、いやこれブギーマンだな、多分もうちょっとしたらレベル上がるぞ、私は見られてなかったみたいだから多分大丈夫だけど、どこだ、ここ一回巡回してって、まあ、向こうの発電機ついたから多分すぐに、おいこれおいこれ大丈夫か私よ、おいこれやってしもうた、来ないかな、向こうの発電機の方行って私パンやったからね戻ってくるんじゃない、ちょっと安全になってから出てきた、来たやっぱブギーマンだね、やっぱこう言った通りでしたねブギーマン、戻ってこないってことはってかレベル上がったからこれはねあれよ生存者がね見つかっているパターンのあれですよってなってくると、まあここは多分今のところ安全だと思うからちょっと発電機頑張ろう、1個は必ずつけていきたい、で中央に関してはねメンバーにちょっと頑張ってもらいましょうか、多分一人宝箱開けてるメンバーがいたってことは中央にもねいているはずなので、ちょっとここね隅っちょらへんはね他のメンバーが頑張ってと、いける大丈夫、ただねカラスがさ飛んでいくのやめてほしい、あこっち来てるよ、誰何どこっていう感じ、あこれはメグちゃん来てくれたありがとうね、じゃあここ一緒につけちゃおう、パーンってこれパーンってこれ、さあ行っちゃおうかメグちゃん、走ってこう走ってこう行こう行こう、あー誘ってんのかなメグ、一緒に行こうって、そう多分中央はさ一人いるよね、いる どういう感じ、いない、んメグちゃん走ってくね、私も行こうかそれ、行ける、え来てる、近いそんなとこいたの、見られてたのかなもしかして、危ないぞメグちゃん、ああいたで失敗しちゃったんやメグちゃん、ワンパンタイム焦るんだよね、
板のタイミング難しいよね。ブギーマン攻撃出るの早いし。さあそしてメグちゃん、怖い怖い、ワンパンタイムだから見つかっちゃいけねえ。これ救いに行きたいけど、ちょっとやべえな。おい、ちょっとこれ、ちょっと時間を稼いでもらって発電機集中しよう。で、まあ、できればね、中央のところを発電機つけちゃって、うわー上パンになってるやつや。どこどこ、上ちょっと直した方がいい。ちょっとメグちゃんにはね、ちょっと時間を稼いでもらって。あー、やっぱ生存者もね、 いるんだあそこ。的そうだよね、この中央のところでさ落としてたから。ちょっと待ってろメグちゃん、ちょっと待ってろよ。ワンパンタイム終わったら迎え行くから。あ、一人来てる、ドワイト、赤帽子ドワイト。え、行く、助け行く。いや違うわ、やっぱ赤ジャージ、赤ジャージじゃない、赤ジャージはメグちゃんね。あ、来た来た来た、ちょっと私行くわ、私助け行くわ。でドワイトも助け行かないとっていうので向かってるんだ。ちょっと待って、2人体制で行ける、いる、手挙げてんだよメグちゃん。嘘嘘、いる、そこ。え、インシディアス武器、インシディアス武器じゃないの、大丈夫。あ、直した方がいい、ドワイト、ドワイト直しちゃおう。メグちゃんここで大丈夫大丈夫、インシディアスじゃなかったみたいそう、信用しなくなるね。パークとかも持ってる殺人鬼がいるからね。さ、メグちゃんがね、あ、どこ行ったんだろうブギーマン。中央、あ、メグちゃん走っていくね、結構強気よ。ワンパン終わったからかな。怖いな、私見られてないからさ。今回私見られちゃうとまたワンパンタイムメーター溜まっちゃいそうだから、ちょっと大丈夫、なんか怖い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 、大丈夫かな、ただの風邪かな、怖いな、なんかニューンって音がさ。ブギーはいない。今回私超絶安全プレートさせていただいておりますけど、いけるかな。で中央に関しては1個ついたから、もう1個いけるかな。で残り2個なんだよね。ってなってくると周りの発電機も必ず1個はつけないといけないと。あそこ走ってんじゃん、え、大丈夫クロデット、大丈夫な感じ。あ、いけてる、あ、大丈夫か。え、どこいるんだろうブギーマン、会ってないんだよ今回。なんか心音、心音とかちょっとしたしね。さっき担がれてるところ見られたんだけど、あれからどっか行っちゃった。これ宝箱とかなかった、この子やないか。オッケー、じゃあ発電機ここね、近いからねゲート、ちょっとここ頑張りましょうか。まあ多分ね、注意してるのはね中央付近な気がするな。そうなってくるとここ安全だと思うからね、ちょっとパパンとつけていきたいけれども。来た、ワンパンタイム来た、これワンパン、あ、ドワイト。いやー、クロデットさっき走ってきたってことは、まあ、あっちいたってことだったんだよねきっと。そうだね、じゃあドワイトにちょっと時間を稼いでもらってる間にね、発電機ちょっと頑張りましょうか。さあ今回スキルチェック激しく出るね、ちょっとスキルチェックだけね、頑張って頑張って、これを頑張ってやっていこうやばいぞ、どっちが先かな、血をつくのが先かな。ただ私も助け行こうか、からちょっとパンやってしまったから、くるくるっと回ってね、くるくるっと回って、あ、もう待機してる、いや中央発電機つけてんだ、あそこの奥にいる。あ、2人であそこ直してるんや、じゃあ私が行くしかない。よし、ナイス、中央で殺人鬼がどう、中央のところ見に来てる、ちょっとカラスだけ飛ばさんよ。あ、いる、あそこ構えてるやん、おい構えてるけど、そこで生存者がね姿を見せて来いよって感じ。よし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 、いけるぞドワイト、ナイスだね。中央で気を引いてくれたおかげでなんとか私がスッとこれ抜けられそうだと。オッケーオッケー、いけるわ、救える、ごめんドワイト遅なった、今行くでや、ごめんな、わーっとこれ、よいしょっと、ドワイトいい治療よかった、そこパーになってるわ、そこ発電機パーになってる、これ直しよう。あ、宝箱やん、そうそう宝箱、中身ないよね今回だって、4人中4人何も持ってなかったから、まあまあ私今回お土産はいただけないかな。さあそしてこの発電機だね、この発電機を直しきった方が良さそうだね、あとほんの少し。さあ近くでドワイトの方がね今自己治療中かな、そして殺人鬼は中央の方に行ってるのかな、来ないねこっちの方。まあ誰かがターゲット取ってくれてんだね、ってなってくるとここつけちゃってゲート真後ろだよね、よしオッケー、真後ろゲート開けちゃおう。仮にこっちに殺人鬼が来たとしても、あ、ドワイト自己治療パークない、こっち来るかな、ブギーマン発電機がねすぐそこだったんだよね、来てない、ドワイトこっちおいで、大丈夫開けきれるから、オッケードワイト、あ、嘘嘘来てたブギーマン、え、
今回全く分かんなかったのどこいたのかという感じでね、ドワイトなんとか脱出、そして私も無事脱出でございました。ありがとうございます。はい、いやこれ危なかったね。多分向こうのゲートも開いて、あ、3人脱出、残り1人も多分無事脱出するんじゃないかな。うん、ということでね、まあ、今回はポイントの方1万3000ポイントか、うん、まあ殺人鬼とね出会うことが全然なかったので、まあまあこのようなね結果でございました。あ、1人残ってる、あ、脱出したんだね、うん、よかった。ということでね、まあ、生存者多分1人脱出できてないみたいななんかマークになってるけど、多分脱出して1万2000ポイントぐらいいったんじゃないかな、うん、なのでまあ生存者に関してはねポイント1万ポイント以上で、殺人鬼がね、まあ、ワンパンタイム2回ぐらい来たものの2回吊るして、あれでもなんかポイント低いな、何だったんだろうな今回、なんかいつもよりもポイント低い感じな気もするけども、なんとかねこのような結果でございました。ちょっと殺人鬼の方ね、まあ、ランク帯が上がるようなところではなかったけど、まあ、下がらないようなね、感じのポイントでございました。さあそしてねビルじいちゃんレベル上げております。いやーこれねボンドが出たのは本当ありがたいよね。まあボンドもね早いところこれリア度をね、3にして、まあ、使っていきたいかなと思うけど、まあ、今しばらくはねビルのこちらねレベル上げでございます。さあそしてちょっとこのね弱っこらいところこう見繕ってと、うん、まああと1個取ったらねレベル20になれますので、まあレベル20になったらねやっとパークの方をね見つつけることができるという感じでございます。はい、いやービルほんとねレベルもうちょっとで20だもんね。そう今だとね、まあ、このようなねパークでございます。まあビルのこういうパークに関しては3つ取れてるんだけど、まあまあちょっとした役に立つようなねパークとかもちょろちょろ出始めていると。うん、まあ自己治療パークはないものの、まあボンドかねそれともクローデットのねこういうパークのあの負傷した生存者をね強調表示するっていうパークの方がね、まあ多分自己治療パークなしだとねメンバー合流しやすいと思いますのでね、まあそこら辺とかをちょっとね見繕ってっていう感じでいった方がいいのかな。まああとスプリントバーストが出てない代わりにねバランスが出ているので、まあバランスの方をねまあ、クールダウンクール時間があるんだけど、まあ、クール時間がねあのちゃんと過ぎればバランスもね何度も何度も使えますので、まあ、ちょっとした高いところからピョンと降りてね降りると、まあ、スプリントバーストがねこう発動するのでね、まあ、面白いパークとなっておりますので、最悪どうだろうな、私使ってもいいのかな。スプリントバーストはこのまま出なかったらねもうバランスボンド、あとはもう探知系も出てないから、まあクローデットのこういうパークの負傷したメンバーの位置を分かるというのでね、殺人鬼の位置を把握しつつ切られたとしても鳴き声出ないようにとかねなってくると、ビルのこういうパーク一個もないやんっていうのになりますので、ちょっとねどういうパーク構成でいくかね、まあレベルをねある程度は上げてからねちょっと考えていきましょうか。ということでね、まあ今回も安定のメグちゃんでございました。はい、まあ今回ね殺人鬼ワンパンタイム来てたものの、多分私も見つかってかなりじとっと見られてたらねもっと危なかったかもしれないと。今回本当殺人鬼にね出会わなかったので良かったものの、まあ、安全対策でね、まあ、やっていたおかげかなっていうね。あとは結構運とかね運要素もね大きいのよね、デッドバイデイライト。そう、どんなにね腕があったとしてもね、もう最初から殺人鬼に出会ってしまうとねもう本当に自利品になってきたりしますのでね。でもどうだろうな、うまい高ランク帯の生存者の方とかってね殺人鬼がこう振り下ろす瞬間とかにクッと曲がってったりしてね当たらないとかもありますのでね、ちょっと私の方もねたまにそういうこともね試合の最中やっておりますけど、本当あちらもね命がけだしとっても難しいのでね、皆さんねあの技をマスターするためにはね用法を容量を間違いなくご使用くださいなんか薬みたいなね感じなんだけど、いやそうあれ本当難しいのよね。
まあ、生存者がね殺人鬼の方を向いて走ってる時とかだとね、あやばいこのタイミングで来るかもっていうのでクーッとね曲がっていけたりするんだけど、ただやっぱり結構距離取らないと殺人鬼によってはね向きを変えたからといってそっちの方にポンとねすぐ視点変更して当ててくる場合もありますのでね、皆様要注意でございます。はい、ということでね、まあこれからもコツコツデッドバイデイライトやっていきますのでね、皆様何卒よろしくお願いします。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。